えー、皆さんこんこにちはレクスニー講師弁理士の野富です、えー、今日は、えー、データから分析合否を分ける勉強法を教えますということで、えーまあ、勉強法の方ですね、えー、お話しさせていただきたいと思います。えー、まずですね、まああのー、ここから、まあ、勉強を、ね、あの始めるということで、まあ、主には、まあ、2021年の、あのーまあ、合格を目指すというプランになりますので。 まあちょっと聞かれる配信時期によってはですね、えー、今年の2020年の、ね、試験向けに何かこういい話がないかということで聞かれている方もいらっしゃるかもしれませんけどもあのもうちょっとこう長期的なスパンの話になりますので、えーまあ、その点、ちょっとご了承いただきたいと思います。 であとはですねちょっとあの先に申し上げておきたいのが、まあ、データから分析と毎年ですねこれ直ったあのタイトルなんですけどもあのデータが大体その,その年のですね担当試験とか論文試験のデータを踏まえてで、まあ、そこから遡って、まあ、5年くらいのデータを踏まえて、えーまあ、こういう傾向にあるからここ1年こういう勉強しましょうねっていう話なんですよ。 だけども、この今、この私がお話ししている時点ではあの担当すら終わっていない時期なんですね、今のちょっとこのコロナの延期で、今年はちょっとイレギュラーな感じになってしまいます。ですので、この今年の試験のデータではないと、あの去年までの、えー、試験のです、ね、データをもとにあのお話をするということをです、ねえー、まずおあの伝えてからお話を始めたいと思います。 えっとまずですね担当試験の、あのーまあ、勉強とそして論文試験の勉強ということで、えー、まあ並行して一気に勉強しなければならないという状況の方の方がまがメインだと思うんですね。 でそうすると、まあ、どういうふうに並行していくのかっていうことに関してはあの別タイトルのガイダンスを収録し配信してあのいると思いますので、えー、そちらの方でそのスケの組み方だったりとか担当と勉強の並行法ですねはあの参考にしていただければと思います。なので今日のところはそのスケの話というよりもあのむしろその内容的な部分ですよね。 あのデータから見てそれぞれ担当も論文もどういう勉強をしていくことがあの合否を分けるのかまあ合格をつかみ取るのかっていうことですねそういうお話をあのしていきたいと思っています。はい、でまずでですすね、担当の話なんですけども、 えと担当試験はですね、まあのー、皆さんご存知の通り、えー、3時間半で60問の試験を解かなければいけないということでかななり、あのーまあ、膨大なわけですよで300枝約出ますからそうすると全勝、まあまあ、分はもちろん、ね、その何倍もあるわけなんだけども、まあ、それにしてもですねこう山を張ったりとか、あのー、傾向をつかんでっていうようなことがやっぱり非常に難しいんですね。 だから傾向っていうのもその山的なこういうテーマが出やすいですよみたいな話ではなくてあの例えば語士択一とでいくつあるか問題ですね個数問題との,その比率に関しての,その、まあ、いわゆるデータというかね数字の話だったりとかあとはやっぱりその例えば条文だけから出るものと。 審査基準とか判例からも出るものとっていうところの,その割合だったりとかね、まあ、そういうことは多少ねやっぱりあるのかなと思っています。なのでその少しやっぱりその出題の範囲というものが広いのであの逆に言うとあまり山を張らないってことは担当の中では大事なのかなと思うんですね。ただその山は張らないと言ってもですよ じゃあその総則と特許要件や中間処理とを平等に扱って同じぐらいの時間をかけるのかというとそうじゃないじゃないですかですからその時間をかけ方とか力の入れ方っていうところにはもちろん刑事はつけるんだけどもただやっぱりその全くノーマークの範囲を作らないということに関してはあの担当試験に関しては大事かなと思いますね。 で特にそのデータからその分析するに関してなんですけどまず特実に関しては、えー、とだいたい半分くらいの問題に関して50%以上の正答率があるんですね今の受験生の方って。であ,のあくまでもそのデータっていうのはレックの,あの毎年リサーチっていうのをやるわけですよね。あのどの枝に丸をを。つけたたかみたいなことを えーまあ、ネット上で多分入力していただいてでそれでまあレクの方で集計してっていう形になるので全受験生のデータでではないんですよで全受験生ってことになるとあの、まあ、便利士はあんまりそれでもあんまりいない方だけど、まあ、ろくに勉強もせずにそんなあの本気で勉強してない人たちが。 まあ泡欲張的な感じであの受験料払いで、まあ、試験に向かうと、まあ、いわゆるその仮面受験生みたいな感じですかね仮面受験生って言っても仮面かぶってるだけで勉強はしてる人多いからねちょっとその人たちが呼び方としてしあの適切かどうかっていうとそうじゃないかもしれませんけども。 まあ、あの試験会場に行くとえ、この人受験生だったの？みたいな。同じ会社だったら同じ事務所だったりする人で、あのその日に会ってびっくりみたいなね。<laughs> 勉強するように見えないんだけど、みたいなね。そういう人たちもいると思うんですよ。で、そういうちょっとその温度差温度が違う。皆さん、このレックに通われて勉強されてる方とは温度差が結構あるね。そのそのあの熱として、そんな高くないような人たちが。 あの受験生といったくくりには含まれてしまうのでそういう人たちは多分リサーチしてまでもやら,やらないはずですからリサーーチに参加すするるっててことをある程度勉強してきたた本気モードが高い人たちですよねそういう人たちの,あのデータなのでちょっとまあ誤差があるということは確かだと思うんですけども、まあ、ただそう、まあ、相手になるのはそういう人たちじゃなのね。 熱の高い人たちですからなのでまあ参考には十分なるかと思いますで、そのデータで言うとだいたい20問特実の問題が出る中で約半分はあの50%以上の正答率があるんですねですから逆にそれを下回るということになるとちょっと難しいかなと合格が難しくなってくるかなということが言えるかと思います で、えっと、特実に関してはあの基本書とかあと審判便乱からの出題というのはまれにはありますけどもただ、その50%以上の正答率があるようなそのいわゆる半分の問題ですよねに関してはもう基本的に条文からの出題ですし、えー、まあ判例が出されたとしても最高裁とか、まあ、いわゆる皆さんが絶対受験生として常識的に知っているような判例からの出題になりますので。 あまりその広さ、出題の範囲の広さというものはあの特実では問題になりません。審査基準からの出題も本当に少ないです。だけども条文の少し細かいところですね。しかもその条文というのがあの多岐にわたりますから、論文で書いていくような条文だけではないんですよね。なのであの条文をきちんとまあ深く確実にやっていくということがあの特実の一つポイントになるかなと思います。 で次に衣装法なんですけども衣装はですね年々結構その事例化が強いんですねだから一枝の問題文の長さが結構長い問題が多いです特に3条の2とかの問題になると2ページに渡るってことも稀ではありませんで事例問題があの多く含まれていても限られてるわけですよ時間がでだいたい20問で1時間というのがあの平均的な 時間のかけ方になるので、特日で1時間、意匠商標で1時間、そしてえっと条約であ、えー、条約不調まあ、つまり下三法で1時間っていうのが平均的な時間の使い方で全部で3時間で収めて30分で見直しって感じですね。で、そうすると意匠法がいくら事例問題が長くて問題文のね。 あの長さが長いと処理に時間がかかるとはいえやっぱり限られた時間で解かなきゃいけないので日頃からやっぱり事例問題に触れてななないいととなかなか厳しいところがありますで内容的にはあの論文の事例問題に留似している問題がやっぱり多くありますので担当の勉強と論文の勉強を並行してきた人の方がむしろ担当に特化した人よりも意装法は強いと思います。 あとは審査基準レベルのインプットが必要なあの問題が結構ありますので、ちょっと特許と違って少し手を広げなきゃいけない。審査基準まで手を広げなきゃいけないということが、医師法の特徴ですね。で、次に商標です。衣装と比べて商標はここ数年、あの非常に生徒率が低い問題が多くてですね。難易度が高いんですね。で、衣装はですね。その点まあ、ちょっとあの令和元年の改正が大きいので。 まあ改正の年は、まあ、改正またはすごく簡単なものしか出ないからまだいいと思うんですけど、まあ、ここから2年3年のうちは一生法の難易度は少し上がるかもしれないですね。だけども、えっと、商標に関してはもうすでに上がってるんですよ。かなり難しくて難しい問題が多いです。ただその 去年の問題だけを見るとですね要はその令和元年の本誌だけを見るとちょっとその前の年その2年前3年前の年に比べて少し優しくなったかなということが言えるかと思いますただやっぱり難しいで何で難しいかというと審査基準レベルのインプットがが必要な問題が多いんですねこれもう本当に商標だとあの受験生泣かせです。 で審査基準は、まあ、買うと5 6 0 0円の薄い審査基準売ってますからぱっと見、そんな大変そうに見えないんですけどただね、ね結構実務寄りの問題が多いの,多いのであの審査基準がスーッと入ってこないことが結構あるんですよね。 だから実際やっぱり講座とかは取られて解説を聞いてというレベルでなければあの審査基準だけ薄っぺらいからぱってきてなんかすぐにできるだろうみたいな感じの甘い考えだとあの商標で足を救われるということはあの結構あるかと思います。で次に条約ですけども PCT のスラ範囲は限られてます。ほとんどが今はですねやっぱり予備審査請求ですねあそこが結構山になります。うん、で五問ありますけどもまあ予想の範囲からのスラなので。 そんななにですねなんかもう PCT を必要以上に怖がってる人多いんですけどね細かいだけで難しくはないと私は思っています、うん、まあ細かいことが難しいっていうこともあるんですけど、まあ、やるかやらないかだけですよ PCT はだから PCT が苦手だっていう人は勉強時間が足りないだけだと私は思いますパリとかトリップスまあトリ i p もそんなでもないですけどもやっぱパリはちょっと解釈があったりとか 理解しなきゃいけない要素が、ね、PCD に比べて強いのであのまあいわゆる4歩ほどじゃないですけどねだけども多少時間がかかると思ううんでですよこうあの味わうまでにだけど p c t はねもうはっきりと取り決めにすぎないのでこうしましょうこうしてくださいみたいなことしかないから私も解説してて面白くないし、ね、皆さんも勉強してて面白くないんだけどただ一番即効性があります。 だって時間かかかかららららないででですすす覚えたら終わりですからですからもちろんその覚えるのが得て増えてというのはあるでしょうけどもあの担当の勉強の中で一番即効性があって一番その,あの早,早く、ね、あの対処できるのは PCT だと思いますので PCT は必要以上に怖がらないことで時間を十分にかけることで対応できるかと思います。 でトリップスがねちょっっと難しくなってますよ、ね、ここ2年ぐらいかな特に去年の問題でいうとちょっと、ね、トリップスが難しいなとで今まではこうで出る条文っていうのが結構固まってたので2分の1もは確実に取れるよっていうような感じだったんですトリップスはね。だけど今はですね割とその予想が立てられないようなえこんなとこから出たのみたいなところから出てくるので。 ちょっっとと手を広げななきゃいけないっていけてうところがあるんですね。だからパリがそのモンタスが狭まって手を狭めても良くなったのでパリを狭めてトリプスを広げるみたいな感じの時間の使い方が必要になったかなと思っています。えっと、ジュネーととマドポロはもうね、大したことありません。出たり出なかったりだしあんまりそこに時間をかけすぎることが逆に言うと良くないっていうぐらいですね言えることはね。 でえっと、あと不調ですけども不調は相変わらず優しいです、うん、落とす気がないと思いますで傾向もあの変わってないので改正対応だけ、ま、しておけばですねあとは、まあ、あの初めて勉,あの勉強されている方は全部フラットにですけどもあの、まあ、いわゆる、ね、あの複数年勉強されている方にとっては前年度勉強したことの,その、まあ、メンテぐらいな感じのイメージで いいんじゃないかなと思います。もうよその範囲からの出題ですし、あの大して傾向も変わってないので、あのそんなに難しく考える必要はないかなと思いますね。で、えっと単独試験全体としてはですね。あの難易度はそのそんなに難しくなってるイメージはないんですね。うん。ただやっぱりその科目によってですけども。やっぱりその特実が。 細かくなると難しく感じるんですよで、今言ったように令和元年の本誌は特実がちょっと細かかったりとかするのでまあ、ちょっと難しかったかなってイメージを与えたと思うんですよねでも全体で見るとそうではないよっていうことが言えるかと思いますで、全体的に範囲は広くありませんうまく条文を駆使しながら条文の組み合わせで使ってきている問題が多いので ああまりそのののいろんななもににに手をを広げすぎるるとと逆掘こます。で予想の範囲からの世が主になりますのであまりその自分で疑い深くなって広げる広げるってことがないようにしなきゃいけないでも条文で限ったところに関してはやっぱりその深さというものが必要になってくるのであの特にやっぱり特実に関してですけどもあの私のねクラスだとこういうあの N プロシートを使っていくんですよね。その条文の中でどこの要件をまあ要はインプットしなきゃいけないかっていうこう指示シートになりますよね。それぞれの条文の。でこういうものにのっとってやっぱり条文の読み込みを丁寧にしていくことしかまあ基本的にはやっぱり合格を決められる手段というのはないのかなと思いますね。だからあのー、あんまり手を広げなくてもその限った中でやっぱり完成度を高めていくっていう勉強が 今のその担当本市のその傾向に一番マッチした勉強だということはあの言えるかなというふうに思います、うん、だから実際あの担当試験の本試験をね分析してもですねそんなにその難しいこう難易度のこうまあ abc でした時に c ランクっていう,ようなものはないんですよねだけど やっぱりそれはまあ難易度を決めるのは条文からの取材か審査基準からの取材かとかそういうことによって決めているんであって条文からの取材だけどもうまくやっぱり作れば難易度は上げられる難しいものは作れるのでそういうものがですね今の本種のトレンドになってるんじゃないかなと思いますね、はい、なのでで、えっと、まととめるとですね。 あの合否を分ける勉強法というのは、担当試験に関してはやっぱりそのあまり手を広げることなくですね。あの、しっかりその深くやっていく確実なあのもん、あの知識をですね。増やしていくということがまあ、結構繰り返しになるんですけども必要になるかなと思います。で、あとはやっぱり過去問の使い方ですよね。覚えたことを確認するという意味で。 例えば補正をしたら補正のインプットをしたら補正の問題をその都度こうちょっと入れていくってことは必要になりますけどもただ過去問だけであのアウトプットをするみたいなねそういうことは避けてもらわないと過去問だけだとやっぱりそのインプットのツールとしてはかなりザルになりますのであの300枝あってもね過去問とそっくりですこれ全く同じですみたいなのって23枝なんですよ。だから過去 と解く意味っていうのは少なくとも便利士。試験は他のその試験紙とは違うと思います。私もいろんなね。こう試験にあの試験をね。受けたことがあるんですけども、マークシートの試験なんかは特に例えばあの行政書士の試験とかだとね。やっぱり過去問から出るんですよね。だから過去問をやっぱりやっておくっていうことはそのまま点数になるんだけど、便利しゃそうはならないですから。 あのそのやり方を間違わないツールが同じものでも使い方を間違わないということはすごく大事かなと思います。はい、で次に論文なんですけども、論文はやはりですね、あの準備がものを言います。私はあのいつもね、えー、論文っていうのは、えー、楽は苦の種、苦は楽の種であるということを言っています。今準備もせずに楽をしていたら当然あの。 必ずです、ね、近い将来苦しむことになるんですね論文の,あの力がなかなななかか伸びないっていとう苦しむことになるでも今その苦労して準備をしたことは必ず試験においてですねあの点数が取れるとまあ楽っていう言い方おかしいかもしれないけどそういうことにつながってきますだから必ず今その必要な準備を怠らないということが論文試験においては大事なんですね。 で準備というのはインプットの準備とアウトトトププッッのの準準備備がありますでインプットの準備というのは8割方担当の勉強をきちんとやること数字化するとだいたい43点以上は取るで4歩に限って言うと8割ですねこれを取っていくということが、えー、まあいわゆる論文の8割方の準備です。 で、プラスあと 20%2 割のところはいわゆる趣旨だとかあと、まあ、いわゆる判例ですね判例もまあ担当でやりますから実際まあ20%ぐらいと考えていいと思うので、まあ、そういう準備をですねやっておくということですねインプットはねで大事なのは今度アウトプットの方の準備ですがこれはまあ答案構成の練習をきちんとするととすす。るいうことです基本的にはやっぱりその情報量で点数は決まりますのであのー どう書くかっていうことよりも何を書くかっていうことの方がはるかに大事なんですね。で、何を書くかっていうことは、じゃあその担当知識やあのまあロムプロパーの知識、さっきの準備のインプットの方だけでじゃあいいんじゃないかと思うかもしれないけど、実際出るのはほぼ事例問題ですよね。基本問題がその中にプラスされますけども、ただ事例問題が主であることはまあどの時代も変わってないわけですよ。ここ十五年ぐらいはね。 でそうするとその事例問題から何を聞いてるのかで聞かれたことを、ね、きちんとした形で伝えられるかっていうことはいわゆるアウトプットいわゆる構成で勝負がつきますからそうするとやっぱりですねその知識持っててもとんちんかのことを披露してしまうとそれ自体はすごいことかもしれないけど聞いてないよそんなことってことで全く点数がつかないわけですよ。 でしかも伝え方がやっぱり下手くそだったり、まあ、いわゆるその構成ですよね構成が下手くそだったりとかすると伝えたことにならないちゃんと伝えたこととして受け取ってくれないってことがありますからやっぱりその答案構成というものがすごく大事になります。で答案構成はあのやっぱりそれぞれの形に応じてですね練習をする必要があります。一つは この事案解決型でもう一つは措置問題そして論述系手続き系という今のそのまあ基本問題以外ですね、うん、プラスあと基本問題があります趣旨とかの。でそれ以外のものでいうとこの12344つなんですねだから基本問題入れて5つなんですけど端構成が必要なのはまあ4つなので。 で事例問題事案解決方っていうのは拒絶理由を見つけたりとか向こう理を見つけたりとかあとその条文に当てはまるるかかどうか判断すす問題ですねでこれは N 式総当たり表と書いてありますが、まあ、いわゆるあの私がよく使う総当たり表をを使ってて構成をしていきますで措置問題っていうのは措置問題対策チェックリストというものがあってでそれを使って、まあ、消去法で練習していきますね。 で、論述系はまあ、侵害系のものとかそういうものですけども。n 式フローチャートというものを下敷きみたいな感じで使ってあのやっていきますね。で、手続き系はこれも規制のもの,ものを使います。審査基準の中の前置審査のフローチャートとか、あと審判だと審判便覧の中にあるフローチャートとかそういうものを使っていきます。まあ、常にですね。やっぱりあの意識しなきゃいけないのは、あの勉強の中でね。 そのバータリ的に全部を全部こう真正面から受け止めたらダメなんですよ例えばねその条文の登録要件特許要件を満たすかどうかの判断を聞きたいっていう時に出題者としてはいろんな聞き方をしてくるんです例えばそうですね想定される拒絶流について検討せよっていう言い方をしてくることもあれば 特許を受けられるかどうかについて検討せよっていう問題になることもあるしもっと言うと具体的に29条の2に該当するかどうかについて説明せよっていう問題にしてきたりとかすることもある。どれもっとアバウトに聞いてくる手段としては出願時に留意すべき事項について検討せよ。 みたいな聞き方をするることもあるでもどんな聞き方をしても今挙げたものっていうのは拒絶理由を見つけてでその解決できるかどうかってことも考慮するっていうことを求められてるだけなんですよ。聞き方は違えど何を求められてててるかっっこことと同じってことですでそれがやっぱり見抜けないと場当たり的にもうそれぞれの問題を別の問題として解いて,しまう解い,ていくってことになればもうこれきりがないですから。 ですから、ちゃんとそのね。5つのカテゴリーのどれかにやっぱ当てはまるわけなので、5つの方の準備をしておくとで、その中でシステマティックにそのプロセスを踏む練習をしておけばですね。そのどんな問題が来てもあんま怖くないんですね。怖くないし、コンスタントに同じ点数が取れるはずです。ですから、論文っていうのはやっぱりその準備で、ね、どういう準備が必要なのか、特にそのアウトプットの準備っていうものが。 あの論文のの勉強の中では一番大事になってくるかなと思いますねインプットの準備はそのあんまり方法を間違うってことはないと思うんですけどアウトプットはねやっぱり方法を間違うともうかなり遠回りになりますからあの、まあ、急がば回れってのはおかしいんですけどもなんとなくその論文の勉強っていうものをあの常にいっぱいの答練を解くことで解消できるとか うん、例えば100問といたらできるようになるとかそれがまあその近道っていうそもそも近道に見えるわけではないんだけどそれも遠く見えると思うんですけどそうじゃなくてやっぱりきちんとしたその型ごとにですね構成の練習をしながらあのどんな問題が来ても対処をできるようにするってことがですね準備としてはやっぱり必要なのかなと思いますね。 で実際今の本試験ってねあのデータ的に見るとこれ去年だとまだあのこのガイダンスってあの論文が終わる前にやったもののはずだったのでちょっとあの30年までのデータになりますけども基本問題事例問題であ事案解決問題措置論述手続きを分けた時に。 まあ絶対外さないのって、まあ、こ,この辺ねわかると思うけど意外に全全部部出てるんですすよね大体科目を全部バラすとだ特許だけで見るとっていうとちょっと穴があったりする部分もありますがでも特許はね2問あるからそうでもないかな。 例えば異象だとこの年は論述や手続きが出てないとかありますけどでも科目で全部で見るとやっぱり大体全部出てるんですよね。でまあ手続きが出たり出なかったりするぐらいな感じかな、まあ、要はあのこれって前置とか審判の流れを書かせる問題だから結局は特実でしか大体出てこないのでまあ出たり出なかったりって感じですけどもでも基本的には全部やらなきゃいけないなってことがこういうふうにわかると思うんですね。ですから あのやっぱりそのどれかノーマークっていう型を作らないってことが今の論文試験ではやっぱり大事だしでそのためにはやっぱりそれぞれの方ごとに構成の練習をしておくってことがいかに重要かってことがわかるかと思います。そ、まあ、それをねああのののまあ、自分でででなななかなかできないのでその やり方をきちんとマスターするってことが。なので、まあ、その論文は特にやっぱ講座の役割っていうのはそこにあるのかなと思ってますので。 まあ、ベーシックの中でもそういうことはやっていきますけども、やっぱり論文対策で中心になるのは中上級の講座になりますから、まあ、中上級の論文の講座でですね、それを皆さんと一緒にやっていきたいなと思っています。まあ、特にその2021年向けのものは論文では基本レジメ集をね、インプットで使っていきます。もう過不足なくそれだけでやっていくってことですね。そして、えー アウトプットでは、まあ、具体的な事例問題それのインプットに合わせた事例問題集でアウトプットの練習をしていくということでちゃんと両方ですねあのハイブリッドで進められるような工夫をしてあの今年はちょっと指導したいなというふうに思っていますので、まあ、すごくね私もあの今年は大幅に論文の講座リニューアルするのであの楽しみにしているんですけどもあの必ず、ね、効果が出るようにやっていきたいと思っています。 はいではあのこの辺でですね私からのお話は以上となりますでは皆さんですね、えー、また講座で会うのを楽しみにしています頑張っていきましょう